今回は、高いボールとあと低いボールの打ち分け方について説明したいと思います。で僕自身、高いボール低いボールやります。で、一番簡単なのは高いボール高いティーにしといて打ってみる、低いボールはティーを低くして打ってみる、これはありだし絶対ありだと思います。ただ僕自身練習する前にどのようにして練習するかというと、あえてハイティーにしといて、ハイティーというかちょっと高めのティー、高めのティーにしといて構えます。構えた状態でまずニュートラルのポジションを作っといて、この位置から自分が高い球を打ちたい場合にね、そちらから見ていただいて自分の打ちたい方向、打ちたい方向、すごく高いとこ、高いとこ打とうと思ったら意識はすごく上に行きますよね。上に向かって、であとはその上に向かって、はい、振っていく、上に向かって、はい、振っていく、そうすると高い球が出ます。そうすると高い球を打つ場合に構えました、高い位置見てます、高い位置見てるのに低い位置にフォロースルーは取りませんよね。必ず高い位置に向かって構えれば、高い位置に向かってフィニッシュが高い位置に来ると思います。これが僕の高い球の打ち方です。もう一つは低い球、低い球はこれとまた逆のことをするだけです。今度は逆にこの位置から意識をもっと下に持ってきます。下に下に下に持ってきといて、はい、振っていきます。下に持ってきといて、はい、振っていきます。そうすると今度は低い位置に目標を持ってこれば、フィニッシュというものはおのずと低い位置に行きますよね。これによって高低差を打ち分けます。でこの打ち方をどんどんやってもらえれば、ティー変えてませんし、ボールのポジションもそんなに変えてません、ほとんど変えてません。何かというと、構えました、高い位置、低い位置、これで高低を打ち分けることができれば、あとはそれに対してティーを低くするとか高くするとか、それでもっともっと簡単に高低差を打ち分けることができると思いますので、ぜひとも皆さん練習してみてください。